野田総理大臣は就任後初めて福島県に入り、福島第一原発や事故の対応拠点を訪れ、作業員や自衛隊員を激励しました。事故の収束は国が、世界が望んでいます。我々にとっての一番の最大の課題です。その最大の課題を克服できるかどうかは、皆様がその鍵を握っていると思います。野田総理は福島第一原発で東京電力の吉田所長に説明を受けながら、原子炉建屋などを視察しました。で、この前には原発事故の対応拠点となっている J ビレッジなどを訪れて関係者を激励しました。その後、除染のモデル事業を行っている伊達市内の集会所などを視察した際には、住民からよろしくお願いしますと声をかけられ、頑張りますと応じていました。野田総理は福島県の佐藤知事らと意見交換を行います。